国道139号線左ここ樹海の入り口、放置バイクがありました。県外ナンバーです。千葉県から、鍵もそのままで、これは紐、樹海の紐はちょっと怖い想像してしまいますね。中を開けてみると何も、もうおそらく回収されたんでしょうね。もう通行済みだとは思います。ここを何か柔らかい敷いて寝そべるためのアウトドアグッズもあって、あとは日を改めてこの辺り行方不明者捜索していきたいと思います。通報者様のお名前を教えていただきます。はい、